はい皆さんこんにちはこんにちははい、えー、本日もやってまいりました美・自立・健康・あ教育・健康・癒しに関する幸せをお届けする第20回 FLTV ハピネスチャンネルです MC は私幸せプロデューサーで英語を友達にする専門家のみきですよろしくお願いいたしますはいそして本日のゲストですね弓パン劇場演出家という 新しい肩書きのような気がするんですが、<laughs> はい、岡田由美香さんですね。よろしくお願いします。お願いします。もう私すごい楽しみにしてました。前からすごくお呼びしたいと思っていて、いろいろあり<ー>がたいことがたくさんあります。今日はよろしくお願いします。いますはい、えー、っとではですね。最初に皆さんに3つのお願いをいつものようにさせていただきたいと思います。 はいこちらですねはい皆さんえー、と超いいねをまずお願いしますハートマークをたくさん押していただけるとすごくテンションが上がってきますよろしくお願いしますそれからコメントをお願いします皆さんからのコメントが命になりますので番組が盛り上がっていきますよろしくお願いしますそれからシェアをお願いします今日はですねなかなかあの弓パン先生から日 もしかしたら普段聞けないようなお話がすごくいっぱい聞けるような感じがしておりますので、たくさんの方にぜひですね聞いていただきたくシェアをお願いいたします。ますよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、えっと今日はですね、由美パン先生からなんとプレゼントもご用意をしていただいてるんですよね。そうですね。はい。お、早速えっとコメントの方で。 あの米屋さんからいつもとても可愛いみきちゃんこんにちはいつもとても可愛いゆみパン先生こんにちは今日こそパン食べたいという,ふうにコメントをいただいております頑張れ米屋さん、えー、頑張ってくださいえっとゆみパン先生じゃ今日のプレゼント何をいただけるんでしょうか <laughs> はいえっ、ー、と今日はですねまあ、実はあの昨日のゆみパン TV でもあの送りましたけれどもあの4月のメニューになります菜の花とベーコンのカンパーニュですね。 とっても大きなお野菜の入ったパンになります。ナノハナのね、いい香りがします。今ね、まだ生地なんだけど、<ー> <laughs> 明日パンになります。これすごい。<laughs> これは皆さん、はい、争奪戦になりそうな予感ですね。<laughs> うん、ぜひどうもください。<laughs> はい、またね、あの番組の途中でもあのお知らせちょいちょい挟もうと思いますが、ぜひこのゆみパン先生の カンパコメントの方にパン食べたいという何<ー> <laughs> かユニバンティービーバリになってきましたがはい、はい、パン食べたいというふうにあのご,ご,ご応募いただけますと,、えーっとですね、本日の深夜12時0時あの日付をまたぐ前までの締め切りにさせていただきますので、うん、アーカイブでご覧になっている方今日中にご覧いただいた方には 抽選のあのご応募のチャンスがありますので、ぜひ振るってご応募ください。よろしくお願いします。すはい、えー、っと。それではですね。あの番組、ゆみパン先生から今日はたくさんあのテーマ健康の会なので、今日は健康という面からアプローチしてお聞きしていきたいとは思うんですが、うん、その前にあの私の方でですね。お知らせしたいことがいくつかありまして。うん、あの少しお時間いただいてあの？ お知らせをさせていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと下がってます。はい、すいません。よろしくお願いします。はい、ではあの続きの画面を共有させていただいて、えー、っと皆さんにですね。はい。 じゃあ、ま、はいえー、まずはこのサロン、あすいません、ハピネスチャンネルのコンセプトですね。私の運営しますサロンド B のコンセプト、B 自立、教育、健康、癒しに関する幸福をお届けしたいということで行っております。今回はテーマが健康ですね。こちらの健康の会になります。それから私のプロフィールですけれども、もともとあの学校や。えー 子供英語サークルあ教室だったり親子英語サークルなんかをやっていまして英語の先生として18年ぐらいですねいろんな形で関わってまいりましたそして2019年ですね人生の大転機を迎えまして、えー、いろんなことを経て東京にやってまいりましてそして今あの 起業しまししままててででですすねフリーで活動いいいるというわけでございます今は幸せプロデューサー英語を友達にする専門家ミキとして、えー、このようにハピネスチャンネルとしてですねゲストと対談する番組をお届けしましたしたり、えー、YouTube チャンネルあのおみくじタロットイングリッシュというのをあの配信したりしていますそして今回はですね私の方でいろいろ 宣伝がございます。えっ、ー、とまず一つ目なんですが、Facebook の方で無料のオンラインサロン英語のおもちゃ箱というのを作っております。これはもう年齢や英語の習熟度に関わらず、もうどなたでも。 皆さんが英語をおもちゃのようにですね、あの楽しく英語と触れていただけるというようなもう本当にお気楽なサロンになっております。あのいろんな方との交流の機会にもなっていくと思いますので、ぜひこちらもご参加いただけると嬉しいです。フェイスブックアカウントをお持ちの方でしたらどなたでもご参加可能です。それから次です。こちらですね、英語を友達にする年間プログラム。 1> 第1期ということでこちらがですね実はあの私の方が今大々的にキャンペーンを打ち出しておりますものでしてあの絵本を使うことがあの 基本になるんですけれども絵本を使って YouTube 動画でレッスンしたり個人グループでのレッスンという盛りだくさんの内容で,でやっぱり英語語学って習得するのにどうしても時間がかかっていくので少しずつ少しずつかといってやっぱりこう楽しくないと続かないというところもありますのでいろんなあの手を変え品を変えですね楽しいことを取り入れながら1年通して皆さんが英語を友達にしていただきたいというこのプログラムをですね4月からスタートいたします。えー 1>, 1期8名のあの定員になりますね今がちょうどその募集の真っ最中でございますよろしかったら後ほどリンクの方を貼らせていただきますのでそちらをご覧ください それからもう一つございますこちらは3月からスタートするものですあの前回のハピネスチャンネルの時に私あのこういうあのモニター個人鑑定の個人セッションのモニターさんを募集させていただきましてもう本当にたくさんの方にご応募いただきましてあのー。 今後のですね方向性なんかもすごくこう見えてきましてたくさん私も練習をさせていただきましたそれで3月からですね正式にサービスとしてご提供させていただくこととしましたで、えー、とタイトルですねあのどのような方にというとステップアップする突破口を探しているあなたへということで、えー、私の方でですねカードを通して宇宙とあなたをつなぎ私の天性の直感力と愛のアファメーションによりあなた自身に潜む力を引き出す白魔女ミキの 部屋といいうものをあのサービス始めさせていただきますそのオープン記念としまして通常はズーム9 0分2万円とさせていただくんですが今回ですね先着10名様まで半額の1万円でさせていただきます。 えー、詳しくはですねまたあの後ほどじっくりご案内をさせていただきますがあのご希望の方は公式 LINE アカウントまだすみませんページがちょっと間に合っていなくってリンクがまだできていないのであのご希望の方は個人でメッセージをいただくかもしくは公式 LINE アカウントにご登録をいただきますとあのそちらの方からですね返信でお申し込みをいただけます。はいということでこちらの方もよろしくお願いします。 はいすいませんゆみパン先生お待たせいたしました。 ただありがとうございます。うん、<laughs> はい、ではですね、早速お話を聞いていこうと思うんですが。あのその前にコメントがいっぱい。もうすでに。いただいてますので、うん、読みたいと思います。あ、折田明さんですね。折田さんは、あのマナーの先生でいらっしゃいますね。はい、三木様、ゆみパン先生、こんにちは。楽しみにしておりました。シェア完了ですといただきました。ありがとうございます。シェア、シェア、シェア。あり,ありがとうございます。ありがとうそれから村井さんです。 ね。こんにちは今日見ると100%パンがもらえるという都市伝説を聞いたので見に来ましたといただきました今日もね、あのお一人ですよね菜の花のカンパーニュもう争奪戦になると思いますご希望の方はパン食べたいとコメントくださいよろしくお願いします昨日ね、村井さん外れちゃったからねそうなんですね,ねなので <laughs> でも良かったですねちょうど昨日と今日と2日間があって <laughs> 頑張れ、ね、頑張れ皆さん <laughs> 昨日外れた方、ぜひ。はい、原田真由美さんですね。原田さん、まあの、うん、親子コーチ、あのね、英語の乳幼児のね、あの英語のこととか、絵本とかね、あの使って、あの。 されていますね島田さん岡田さんこんにちは拝見しておりますシェアさせていただきましたパン食べたいはいきました <laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございますあ,ますあそれからミホスコットさんアメリカから今日はリアルタイムでウォッチングしてますシェアも完了ですありがとうございます実は次回のゲストミホさんなんですねあら はい、そうなんです。また後ほどうん。そう。美穂さん、あの、うん、アロマのね。専門家でいらっしゃってはい。後ほどまたゆっくりあの最後の方に告知をさせていただきます。ありがとうございます。うん、それから、折田さんえー、昨日、友人のコメント欄に大の苦手な英文で対応しました。みき様がご覧になったら間違いだらけかもしれません。あ。 拝見しましたよ13歳のマナ息子にご指導いただきましたそう素晴らしい英文が書かれていて本当にさすがと思いましたはいありがとうございます村井さんあかまどパンジローがついてる <laughs> 違いますよねそれパンのお名前何でしたっけはいこのかモグパンですはいモグパンですよ村井さんモグパンくんです <laughs> それから村井さん、昨日ねーというより昨日もうだけどね。<laughs> 最近ちょっと当たんないよね。そっか。今日はですね、あの深夜に今日0時を回ったところで私えっと抽選会を。 配信したいと思いますので、ぜひ皆さん、ふるって、あの、お一人だけだ。もうでも、すでにね、パン食べたい方、何人かいらっしゃるのでも、抽選になるとは思うんですが。深夜の抽選会を配信したいと思います。いいですね。はい。夜中の白魔女抽選会で。あ、いいですね。夜中の白魔女抽選会でいきたいと思います。<laughs> <laughs> お楽しみに。はい。 それから米谷さん、あ、はい、三木先生の英語を友達にする年間プログラム第一期生募集ということで、あ、ありがとうございます。リンクを貼っていただきました。ありがとうございます。それから、あ、折田さん、あ、言うの忘れた、パン食べたい、はい。<laughs> ここも入りましたね。はい。それから、えっ、ー、と、あ、荒木さんですね。あの、わら、わらかつ。えっ、ー、と、わらかつ、T. V. でしたっけ、チャンネルでしたっけ、すみません。えっ、ー、と、あの、最近ね、あの、ライブ配信を。 始められたすごくあのー、ダジャレのお上手なもう天才的にお上手な方でいらっしゃいますが三木さんハッピネスチャンネル素晴らしいユミパン先生尊敬しておりますシェーじゃなくてシェア完了します <laughs> たありがとうございますういまもう楽しいあのダジャレガンガン入れてくださいありがとうございます <laughs> <laughs> えっと米谷さん、えーっと、ミッキーで終わってます。あその次か。えー、っとあ村井さん、その前にパン食べて差し上げてもよくってよ。お超夫人,夫人 <laughs> 見ました。ということで、はい、村井さんも1票ですね。<laughs> はい、それから米谷さん、ミキさん LINE 公式アカウントあ,ありがとうございます。貼ってくださってありがとうございます。わあ、皆さん、今日もね、たくさん見ていただいて、すごい感激です。ありがとうございます。 はい、あの私もですね。ちょくちょくあの読みパン tv 拝見させていただいてて、あのユミパン先生のも本当、うん、であのパンのね。あれも1回ピザのやつの時、本当させていただいて、すごく美味しいピザ,ピザが焼けたんですよね。うんはい、で、そうであのえっとクリスマスの時にえっとえっと名前が。 あシュトーレ,レ,レンも <laughs> あの購入させていただいて本当に美味しくってもう香りもすごくて感激してですね、うん、もう私以前から本当とゆみ先生にいろいろ個人的にもう独学なんですけど結構専業主婦で時間のあった時によくパンを焼いたりもしてたんですね。であの白神小玉酵公募とかもちょっと知識が少しあったのでなんか詳しくお話伺いたいと思って、うん、も前からすごいゆみパン先生ゲストに呼びたいと思って。<laughs> 嬉しいです。なので今回すごい大感激でよろしくお願いします。で今日はですねテーマを「健康」ということでお呼びしていてっていうのも白神児玉公募っていうところもお聞きしたかったのとあとねラジオ体操の活動なんかもされていてすごいこう元気でねいつもバイタリティあふれるミパン先生なのでその秘訣なんかも伺っていきたいと思って今日はお話し健康という側面から健康はお話しいます。 で早速なんですがい、うん、みパン先生そもそもまずそのパンの先生になろうと思ったきっかけってなんだったんですかあきっかけはですねあの私のね実家ってケーキ屋さんだったんですね。そうなんですかその前が和菓子屋さんで、えー、お菓子の中にずっといたのであの自分はお菓子を作って大きくなったんですね。あそうなんですか、はい でもあの子供が生まれて、こう添加物のないお菓子っていう、まあ、パンを、ね、最初食べさせたいなと思って作り始めたらあのパン作りってお菓子とはちょっと違って、とっても難しく感じたんですね。それがね、面白くなっちゃって、また失敗したみたいな、<laughs> 悔しい、<laughs> でまた作るみたいなね。すごい。なんかそこがまた弓パン先生っぽいですね。<laughs> <laughs> なんかちょっと負けず嫌いな感じで悔しうんでそれでもうすごい夢中になっちゃってであのー、まあそうするだんだん上手くなっていくんで、はい、ママ友さんたちなんかと呼んでやったりしてるうちにパン、えー、教室とかできちゃったら楽しいだろうななんてのをまあ本当に初期作り始めて1年ぐらいにね思ってたんですよね。えーうん あのまあ、それがねきっかけだったんですけれども、はい、あの実際にそれが本当に叶うのはね、その夢を描いて、1>, うん、もう1年も経たずに叶っちゃったんですね。えー、すごい。うん、このの話もしていいいかなはい、お願いします、いい。聞かせてください、<laughs> そこ、聞きたいです。そうそう、慣れたらいいなぐらいに思ってたのが、ははははいいいいその当時ね山、山梨にちょっとお引っ越しをして、近所にパン教室があることが分かったので、そこ行ってみたんですよ。ははははいはいはい、はい でそこであそこで白上小玉工母と初めて出会うんですね。そうなんだそれまではもう普通のドライイーストみたいなものを使って。そうそうあとそうそれとねあと星,星の工母っていうまた天然工母があってこれも使ったりしてたんだけど<ー>、うん、でもねあの皆さんも天然工母っていろんな菌が入ってるんですよね。よくスーパーで売ってるインスタントド,ドライイーストは2種類のねとっても優秀な菌が膨らむのに優秀な菌が 入っってててねはい、はい、それれがいっぱいぱ培養されてんですね<ー>でも天然酵母だと、まあ、この2種類の得意な子もいるけどいろいろなんか苦手な子も得意な子もいっぱい入ってて甘いのや酸っぱいのやいろんな味があるので<ー>ちょっと難しくなるし時間がすごい長い長んですよねそうなんだ、うん、でもこの白上小玉酵母に関しては天然酵母なのにすごい発酵力があって<ー>ポンと美味しいパンができるっていうので。 え、美味しいのにこんな短時間で、えーみたいなとこで。変わってった感じですね。そう、白神小玉工房って、あの工房金天然工房って、結構その、うん、例えば干し葡萄から作ったり。なんかいろいろ聞いたことがあるんですけど、うんうん、白神小玉工房のその工房金ってどういうふうに作られるんですか。あの白神ってね、あの秋田県のあった青森の間の白神産地の。はいはい、はい。なんですけれども、そこの。 腐葉土の裏側から発見された工房で、はい。そうなんですか。葉っぱの裏についてて。えー、見つけた人が児玉さんっていう人だったんですよ。そうなんですか。<laughs> そうなんだ。人の名前れる児玉さん。ええー、白いのなんか、おわ、面白いよね。白い児玉こうん。そういう感じでね。まあ、十、十五年ぐらい前かな。あの、日本に到着というか、生まれた工房ですね。えー じゃあユミパン先生の,そのパンを作られる時の白神小玉工房はそちらの方からお取り寄せで。うん、そうそうそうまあ今も全国にね売ってるけどね<ー>そうなんですよ。そうなんですすかいいやーすごい そうは全然それは知りませんでした <laughs> そうそうそう。<laughs> そうか。で、うんうん、その白神こだま工房を使って、パンを作ろうっていうことから、そこのこだわりが出てきてってことなんですね。そうなんですよ。うんうん、で、まあ、そこの教室が気に入って、その白神こだま工房のね。じゃあここで極めようと思って、うん、あの、三回ぐらい通った日に。うん、はいはい。先生がね。 私はもう今日でこれでおしまいになりますって言ってでそこって面白くてね、あのー、お家を貸してくれる人がいて私たちも行くでしょで、はい、先生もよそから来るっていうスタイルだったんですよ。<ー>だからお家はあるけど先生はいなくなっちゃったんだよね。あそっか先生のお家じゃなくてっていうとし会場みたいなとこですよねいわゆる。 そしたらさなんかそこにいた人たちが「あの岡田さんこの中で一番うまいんだからあの来週から先生やりなさいよ」って言われて「えー、えー!」みたいな「私も3回しか行ってないのに」っていうね <laughs> でもやっぱりこうちっちゃい時からお家がそがご実家がねお菓子屋さんだったとかいうのもあってちっちゃい時からやっぱり作り慣れてたっていうのもその生地がいいというかそういうのがあったんじゃないですか <laughs> ね、そうその、ね、割と器用なとこもあるのでうそういうところを見込んでいただいたと思うんですけれど <laughs> すごいまあとにかく生徒,さんだ生徒だったのが急に先生になっちゃってでも自分を学びながら教えながら学びながらっていうね,ねそういうきっかけで先生になりました。 そうなんですね。それはちょっと初耳でびっくりしました。ううううう面白いよね。<laughs> ね面白おもい、えーあ。じゃあ、ちょっとまたコメントがここであの来ているので、うん、あの読ませていただきたいと思います。えー、っと、どこからだったかな。あ、中澤さんですね。コーヒーのあの専門家で。あの えっと、マッサンカフェ TV を配信していらっしゃる中澤さん、えー、島田美希ちゃん、こんにちは、パン食べたい、来ました。今日はゆみパンの箱での抽選ではないんだ。<laughs> じゃあ、公正な抽選ですね。いやいや、いつも公正でしょ。いつも公正ですよ、中澤さん。えー、そうですよ。もう今日もあの生,生抽選会をね、後ほど私の方でさせていただきたいと思います。 岡田由美かさん、ゆみぱん劇場オンラインサロン、今日何作るあ,あのページを貼っていただきました、ありがとうございます。いますはいそれから村井さん、私の体の67%はアンコロ持ちで作られている、ばゆみぱん生名言集39編ときています、そうなんですか。<laughs> <laughs> <laughs> 面白いえ折田さんパン作りって難しいです先日は人生初のクロワッサン生地でのアップルパイは大成功でしたものすごい感動でした由美パン先生のご指導は至れり尽くせりです由美パン劇場はすごいですといただいてますねいや折田さんも素晴らしいねお<ー>、うん、発しましたあのすごい美味しそうな、うん、ねクロワッサン生地でアップルパイって おいしクサクした感じになるんですよね。アップルパ,あのパイ生地よりももうちょっと、うん、感じなのかな。すごいいいですね。それから村井さん、典型,ん典型でいいのかな。パ、うん、ンの神様の導きだ。<laughs> <laughs> そうですね。そう、そうですね。<laughs> いや、本当になるべくしてなった感じでしたよね。うん、そうですね。<ー>はい、そう。なんかそう。それでそのパン教室をね。そこからパンの先生になって行かれたっていうことで、なんか修行とかされたんですか？うん、その後うんえっ、ー、とね。そ,それであのほら急に先生になっちゃってる。けど新しく来た人。なんか私のこと本当に先生だと思うから。 あのあのはい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 、はい、でも答えられなくてうまくいかない時もなんでだろうねで終わっちゃうのがすごく嫌で, <laughs>、うん、でその時にねあの山梨からその東京の白上児玉工房の学校に通うんですね。へ<ー>子供もね人その時は2人で あの途中で預けながら学校に通って山梨の質問を東京で聞いてそれを山梨に届けるみたいな感じで、えー、やりながらで、ね、その一年相当磨かれたんですよ、ね。一年間通われたんですか？そ一年そこでねあらしてましたからね、えー。すごい。それがあれかな私なんか写真で拝見したんですけど外国人の先生。 パンの先生がいらっしゃって一緒に写ってらっしゃったのはその時のやつでしたか？あ、あれもまたね東京に引っ越してきてからちょっとまた全然違うのをやろうと思って、えー、あじゃあ結構いろんな勉強されたんですね。そうなんですよ。ええー、はもうフラ完全にフランスのパン。そうなんだ。<laughs> そう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 。すごいえどれいくつどれぐらいかなんかい何種類ぐらいお勉強されたんですか？ねシ、うん、のカバダンマコのそのパンと。うん あと白神小玉工房の米粉の学校もあったのでそっちも。ちもへ<ー>あとはね、ル・コルドン・ブルーっていう,あのもう世界中にあるパンの学校、パン、お菓子、料理のね、うん、の3つの学校出たんですよね。でもあれですよね、だから本当、先生になったことがきっかけで逆にその学ぶ、なんかちょっと逆転しちゃった感じですけど学んでどうでしたか、そのま、いろいろ、ね、学ばれて。 あ、学んで、やっぱりほら、知らなかったこととか、うん、だからこうだったんだ、<laughs> みたいなのが。 あと毎回分かってね先生にしつこいほど質問してましたね。あ<ー> <laughs> でも逆になんかそっちの方が、まあ、私はなんか英語を教える立場で一応先生っていう立場をさせていただいてるんですけど、うん、実際私もそうですけど学生の時に学ぶ時ってあんまりモチベーションがこうなんか漠然としてるんですよね。だけどやっぱこう生徒に教えようと思ったらピンポイントでこのことを教えるために学ばなくちゃいけないから。うんうん 結構学ぶ方も必死になるというかそう,そう本当そうですよね, <laughs> ねだから私も本当先生っていうことをやりだしてからセンター試験の内容とかこう教えるのにも自分が高校の時に勉強したよりももう必死こいて学んで、うん、先生になってから結構満点近い点数取れるようになった感じで、うん、<laughs> なるほどだからこうだったんだみたいなことがね分かるようになったっていうのは結構共通してるかもしれないですね。うんそ すごいなあそうかでもそれ一番効率的かもしれないですね。<laughs> なんか綱渡りをねいつもしているような気分でしたいいいいや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 落ちそう,落ちそう,っていう <laughs> そかいやでもねだからそれが逆にだからいいなって私は思いました。うん、お話伺ってなるほどって感じで納得です。じゃあまた、えっと、コメントが少し来ているので、えー、っとあ水越先生ですね私たちの,あの動画の師匠でいらっしゃいます水越先生です。うん、こんにちは。うん、美男美女だということでいただきましてありがとうございます。うん、パンの修行ねパンの修行をされたということですよね。うん、そして村井さん やっぱり努力してないとダメですねしかもできる人ほど努力と思ってないもんですがといういや本当ねなんか楽しんでやるとかね、うん、そういうのもまあ努力っちゃ努力にはなるんでしょうけど、うん、そのモチベーションのね持ち方っていうのが結構ねそうですね。うん 思いますね。米谷さん、急に先生になることになって、それでも乗り越えた重い経験という、ね。<laughs> そうですよ、ねはい。頑張りました。うん、荒木さん、急に先生、そうだったんですね。えー、選手先生。<laughs> 選手先生いただきました。あ, <laughs> あ菊池社長ですね。遅くなりました。ここから参加しますということで、納豆のね、菊食品さんの社長さんです。ありがとうございます。それから中澤さん、白神小玉工房の小玉は山深い白神産地 N3。なんか下にもう一回同じの出てますよ。 下の下か下の下。あ、これか。えっ、ー、と、白神児玉工房の児玉は、山深い白神産地に生育する山まびこ児玉からだと思ったというね。こ<ー>う、まさかね、人の名前とは思いませんでしたよね。この山まびこ児玉もかけてるって書いてありました。そうなんですね。ここにかけて。ああ、なるほど。<laughs> そっか、荒木さんばりの、あのかけ、<laughs> まあ、面白くはないかもしれない。児 <laughs> 玉つながりなんですね。 で折,えー、折,折田さん、ル・コルドン・ブルーの聖火、えー、コースは憧れましたが、私にはお料理関係の習い事は無理でした。いやいや、そんなことはないと思います。その代わりの知識の泉にどっぷりはまりましたとね。なるほど、うん、でもそっか、結構ね。えー、とそれでその後、村井さん、先生っていうのは重要ですね、どんな先生につくかで生徒の運命の裏、どんどが決まるもんだしというね。 そうですねはいそうなんですよね,ね電電気気つけてくるのあはい, <laughs> いや本当にねやっぱりこう先生、まあ、いろんなね先生方ほんといろんなこう学びをされて先生っていうところにたどり着かれてそれぞれの、ね、ルートがあるとは思うんですけれどもやっぱりこう教えるために学んだっていうねこの スタートが逆だったですけどむしろだからこそこう生徒さんの気持ちも分かるしあの教える側も必死になってね学ぶっていうねすごいそういうところが出てきたと思います。うん、はいじゃあ 今度はですね、そのじゃあその先生になられたということなんですけれども今回の「ね、うん、このハピネスチャンネル」のテーマが健康というところでゆみ、うん、パン先生にとってすごくこう健康って実は大きいんですっていうことをね、さっきこうあの打ち合わせの時に教えていただいたんですが、うん、その健康の面とパンというところでゆみ、うん、パン先生にとっての健康に対するパンの役割ってどんなも部分になってきますかあ あのねそのまあ、自分の作るパンって添加物がないのでもちろん体にで、まあ、それを広めたいというのは1つあるんですけれども、うん、あの自分は、ね、あの高校3年生ぐらいから15年ぐらいずっと摂食障害でに健康でなかった時期があったんですねさっきそれ私も打ち合わせで聞いて本当に意外でびっくりしたんですよね。うんうんえー、そうなんですよ、えー 食障害結構やっぱりこう食べることって人間にとってまあ当たり前のようですけれどもそれがなんかうまくできないって相当つらいことだなっていうふうに想像するんですけれどもなんかそれはど,どんな感じの15年間だったんですかあのなんだろうなんこうしたいけどできない普通に食べたいけど食べれないっていうねなんかあったもの全部出たもの全部食べたくなっちゃうし。 逆に全然食べられなくなっちゃったりとか,なんかその浮き沈みとの戦いで当然これはいけないから治したいと思っても治らないし治す方法が分かんないしそもそもね高3の,の時ってね摂食障害って言葉がなかったんですよそうなんですかだから相談する場所もなかったみたいな感じでだから結構なんかねその自分らしく生きられなかった時期が。 長かったんですよね。うん,うんところがあのパンを作り始めてま摂、あ、食障害だったけど、まあパンも作ってたんですよ。で、はい、それを教えるようになったら、その生徒さんのことが一,一生懸命すぎて治すことを忘れたんですよね。そうか、意識の矛先がちょっと変わったんですね。うん、そう、私のそれまでの人生は？ 直すためなら何でもすするみたたいななめらっていう本当に子供を産めば治るかなと結婚すれば治るかなとか直すためにだったら何でもやるっていうスタンスでずっと生きてたんだけどそうしたららややればやるほど治らないんだよね、えー、でもそっから離れてなんかこうパンのことで一生夢中になってたらあなんか食べることとか忘れてたっていうか治すこと忘れてたっていう感じでそういう日がね増えてたんですよ。 んかあれですね今ちょっと私お話を聞いてちょっと思ったんですけど、うん、やっぱりゆみパン先生にとってそのパンを教えるっていうことが一つのその多分使命というか天命というか、うん、なんかそこにこう向き合って一生懸命やるときにこうなんか自分の全全部をそこにこう注ぐことで、うん、あの自分をこう逆に癒していったのかなっていうふうにちょっと感じたんですけれども。なるほど ね、そういうい面ももあったかもしれなすごくね、うん、すごいこう人のためにそれを教える、うん、伝えるとかそこにこう意識がすごく集中されたのかなっていう。うんうん、そうですねでそれでね自分は、うん、あのやっとなんか自分らしく生きられるようになって楽しく過ごせるようになってね。うん、で、まあ、結局そのパンを教えてるんだけれどもそこに来る人たちもパン作りを通して。 なんかも,うもっとこう自分らしく輝いてほしい自然体で生き生きしてほしいでそれがまあきっかけがパンであればいいなっていう感じで今いろいろやってるんだよね。 それがすすごく伝わりますよね多分見てくださってる皆さんにもすごい伝わってると思うんですけれども、うん、このなんか弓パン先生からこう発するエネルギーっていうかオーラっていうか、うん、本当にこうなんかあったかくって、うん、あのだからほんと人がこう寄ってくるしまた何かねこう素晴らしいものを得られてまたそれが広がってっていうことですごくこうプラスのエネルギーが広がってるなっていう感じが。 あーすごい感じます。嬉しいです。うえー、そうだったんですね。でも本当それが意外、うん、意外というか、もう私のまあ、うん、私本当まだ最近なので、うん、ユミパン先生とね、うん、あの知り合いにならせていただいて、こう本当にいつもポジティブでこう、うん、バイタリティあふれる雰囲気があの印象的だったので、うん、本当にこの元気なユミパン先生しかイメージがなかったんですよね。うん。だかだからそういうことを経てるからこその今っていうのも。うん あるんでしょうね。そう、今はだから生きてるだけで嬉しいっていうか <laughs> すごい。その、うん、そんな感じだよね。もう死んでた感じなんで <laughs> あーだって。本当に食べることが苦痛になるとかね。うん、すごい。それが苦しくなるって。うん 結構想像しただけでやっぱりちょっと生きることそのものを、うん、結構食べることと生きることってものすごいリンクしてると思うのでそうですねほんとそうなんですよ、うんね。それはすごい辛かったと思いますよ。じゃあちょっとまたコメントが頂、えー、い,いてますので村井さん受験のプレッシャーからかしらあそのね高校さ年あ,あそうそれとねあとなんかその当時ってあのすごくこう自分は静岡から東京に行くし。 雑誌とか見ててね、うん、みんな細いんですよ。<ー> <laughs> 大学の先輩方なんか、出てるんじゃないですか、雑誌に出てるんだよね。はい,はいはいはい。すごいスタイルが良くて、うん、あ、これじゃダメだみたいな。そうか、で、若い時って、ちょっとありがちですよね。うん、そ,そんな些細なことなんだよ。う,うん。わ、うん、かります。そう。そう なんかそのままの自分をなかなかこう受け入れられなかったりとか、うん、かこういう風でなくちゃいけないみたいなのがすご憧れとかね。うん、そうそうそう。背が高ければ、うん、ねなんかまあ男性もそうかもしれないけどこうモテ、うん、モテたいとかねなんかそうこう,こうでなくちゃモテないとかねうん、うん、なんかそういうなんかありますよね。 村井さん、きっとそういう長年の積み重ねがご先祖様に届いて病気を治してくれたのかもですね。病は木からと言うけど、僕は病だということを忘れて何かに打ち込むことにより、難病をも克服した人をたくさん見てきましたというね。いやでも本当になんかその、うん 病気の部分の、まあ、病気をネガティブと捉えるかどうかはまた置いといてそこにばかりこうフォーカスしてしまってこれをなんか直す直す直すって思えば思うほどなんかそのなんか逆いっちゃうっていうか意識がそっちの方に逆にすり込まれていきそうですもんね。 どんどんガんジガな,ないなりしたほんとほ本当その面はすごく大きいと思います私もねえ、うん、あります米谷さんああ意識の矛先大きいですね素晴らしいですねとね頂い,いてますね日、うん、村井さん人は自分が考える人にしか育たないと言いますしねというね本当そうですよね中澤さん食べることもエネルギーを使うからとね確かにそうです荒、うん、木さん無が宇宙 <laughs> 無が宇宙いいですね 火星人にもパンを三木さんユミパン先生 <laughs> ええ話やなという <laughs> ありがとうございます本当本当中澤さん生きるためとはいえ活力がないとねというねそうなんですよねいやありがとうございますすごいなんかいいお話というか、うん、あのね私今回そのなんか あの、そうパンなんですけど健康の会にユミパン先生を呼びしたいなと思って、ねそういう風にこうまさかそういうこうね裏の裏のっていうかこれまでのねあのご経験があるとかっていうのを私も存じ上げなかったので本当にびっくりしたんですけれども、うん、だからこそやっぱりその思いというかねそういうのが本当ユミパン先生の今の活動に乗っかっていってる感じがね、うんそうですね多分これからもですよね、ねそうだと思いますますますなんかパワーアップしていきそうな予感がしてます。嬉しいです。 うん、ねえじゃあなんかそのもう一つユミパン先生結構いろんなあの一面があってあのラジオ体操のやつとかもされてるじゃないですか<ー>そういうのとかってどういうきっかけで、うん、あの出会われたんですかあの私なんかさその場所が盛り上がってなかったり悲しそうな人がいたりそういうのはとっても嫌なんですね。は<ー>で ラジオ体操は地元で子供たちがみんなラジオ体操集まるんだけど、大人も集まるんだけど、<え>誰も前で体操する人がいないのよ。えだから、あのみんな、第2、どうやるんだっけみたいな感じで。せっ<ー>、ね、朝来てるのに、うん、なんか不完全燃焼でみんな夏休み帰ってくんだよね。<ー>それがすごく納得いかなくて、<laughs> 私、あの、指導員の資格取ってきますんで、やりますって言ってね。で やるようになっても10年ぐらいすごーい、うん、そうなんですね,ねそうそれでねあのー、今はな今はほらコロナでそういう夏休みの体操もなくなっちゃったんだけど、うん、はい,はい、はい、あの爆笑ラジオ体操っていう場所がフェイスブック内であって、うん、まあそこでいつもピンクレンジャーになってねやると皆さんが大変喜ばれるんでそれは嬉しい <laughs> そうこの前なんかの、うん 番組でコメントでどなたかがゆみぱん先生がピンクレンジャーでラジオ体操されるシルエットがものすごい美しいって言ってコメントされてたのをなんかお聞きして私もなんか見たいとピンクレンジャーでやる姿を見たいと思ったんです。すでね でもあれですね今お話伺っても思いましたけど基本的に海パン先生のなんていうかななんだろうお人柄だと思うんですけど人のために何かっていう自分がそこを身につけて伝えるとか教えるとかっていうなんかそういうパンにしてもラジオ体操にしても共通してますすよねね確かにそうで自分がやりたくてやるとか好きだからやるっていうよりもどちらかというとんか も、そういう状況だからこそ、私がじゃあ習得して皆さんにお伝えします。みたいな、うん。あ、そういう成り行きでなんかいろんなことが決まることが非常に多いですね。えー、他に何かありましたか？そういう成り行きでな,な。なんかやってることとか続けてることとか。あ,あとはね。あの縄跳びのコーチもやっぱり10年ぐらいやっていてそうだ縄跳びだ。うん それもなんかやる人がねいなくなっちゃってじゃあみたいな感じで。<laughs> えーうん、今縄跳び昔から得意だったのであ,<ー>あとは単縄とこういうダブルタッチとかねそういうのんなるほど。わなんかだからそこがやっぱりなんか根底にある感じですね、うん、流れてるその弓パン先生の、うん、なんというかお人柄というか、うん、なんて言うんですかねこういうのを。 うん。なんていうのかなっていう言葉がなんかうまく見つからないんですけど、<laughs> うんうん、なんかそれが本当こう、うん、基本ベースにすごく流れてる感じがしますね。うそうですね。うん、そっか、素晴らしい。なるほど。あ、なんかまたねコメントをいただいてますね。折田さん、病気はある意味重要なサイン。気づけて人生見直せるチャンスは大事ですねといただいてますよ。 ね、<laughs> そうなんですよね。その病気って確かにこうなんかネガティブなね、あの一面ではあるんですけれども、うん、それによってこう気づかされるっていうことはすごく大きいですよね。うんうん、なんか病気もそうですし、こう何かこううまくいかないつまずきだったりとかね、人生の中での大きなつまずきとか大失敗とか、うん、なんかそういうのって必ずしもその悪いことだけではなくって、そこからこう気づきをもたらされてこう大うん、うん 復活してなんか復活というかねなんか自分のこう転機を迎えて新しいものに気がついていくっていうね、うん、そうですね、うん、自分を見つめるきっかけになるん、ね、うんそうですね本当にその通りだと思います、うん、中澤さん今度ラジオ体操第三をお願いしますえ第三ってあるんですか第三ってすごいなんかハードのやつだと思いますえ あるんですか？<laughs> 知らなかった。第2までと思ってました。<laughs> ね、本当公式じゃなきゃないと思うんだけど、そうなんですね。食べるとありますよ。へえーか、最初にやりましょう。<laughs> 面白そう。そうか。あ菊池社長、今の人たちは、えー、与えるものしか食べてないので、原材料や保存料などなど知らないで食べてるものに興味がないですね。私は納豆作り体験から。 食育をしています。自分で作った納豆は食べることのできなかった子どもたち食べられるようになってます。うん、昨日も中学校で授業してきました。ああすごい。あそう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 なんですよね。本当にだから食って でまあ、私もなんかすごいこうあんまりそこにあの、まあ、頭で分かっていてあの自分が実際やるっていうところまで完全に落とし込めてないので、うん、ちょっと痛いところではあるんですけれどもでも本当にまあでも知識として知っておくだけでも第一歩かなという気はしていて本当にそういう,こう保存料だったり何を食べてるのかって意外と知らないであ,の、ね、あ,るあるから食べるとか腹が満たせればいいっていうねなんかそういう感じで食べてることが往々にしてあるかなって。 作っってて食べるって幸せだよねやっぱりね自分で作るって何か最高に美味しいですよね。うんうん それは本当に思います。ね今度はそうあの納豆の菊地社長のとこに3月29日にですね皆さんで遠足みたいにしてあの日立までお邪魔して納豆と味噌作りの体験をさせていただけることになってます。ああそうなんです、ね。はい、そうなんです。一応えっと10名様まで受け入れ可能ということでえっと、うん、まだ余裕がありますのでもし一緒に行かれたい方3月29日月曜日になるんですけどお時間許される方はぜひあの上の集合で朝から行きたいと思いますのでぜひはいご一緒できる方はあの 個人的にメッセージください。<laughs> よろしくお願いします。えー、それからえっ、ー、と荒木さんですね。ピンクレンジャーシルエットロマンス。<laughs> すごいね美しいシルエット本当に。えドラえもん。ね人間って地獄を見て這い上がってきた人しか見れない景色ってのがあるもんなんですよね。そしてそういう えー、経験をすることによってしか魂レベルをアップさせることができないんですよね。さっきから弓パン先生の話を聞いてると何を今更って感じ。決して困難から逃げずに自分なりに戦ってきたってだから本当の強さを身につけたんでしょうね。本当の強さがないと本当の優しさは持てないもんです。うん、超真面目なボクちゃん。<laughs> 超真面目なコメントありがとうございます。本当ででもその通りりすねなんかやっぱりこう な生半可じゃできないというか、本物って生半可では受け取れない感じが、うん、私もなんか今、自分がそのど,どん底って言っていいのか分からないですけど、いろんなことをこの2年間かけて経験させていただいて、うんうん、そこを学ばせていただいている感じがしていいます、うん、はい、本当にその通りだと思います。 原田さん、みんなが楽しそうじゃなかったり、悲しそうだったら、周りが楽しくなるように自ら動くのは素晴らしいですね。人を楽しませるエンターテイナーですね。<laughs> いやまさに本当にりありがとうございます、原田さん。まさにその通りだと思います。そうだエ,ンエンターテイナー、でエンターーテイナまさに、ね、その後ろにある弓パン劇場が、ね、<laughs> まさにここだから新しい、ね、新境地だと思うんですけど、またそこねこうあの、最後にまたそこ深掘りしてお話を伺っていきたいんですが。<laughs> はい、本当 エンターテイナーだと思います。うん、ね中澤さん、由美パン先生は100歳で二0飛び100回にチャレンジ中。そうなんですか。はい。わあすごい。毎年誕生日に自分の年だけ二0飛びするっていう投稿を毎年してるんですよ。そうですか。次はだから446回4月になると。 ります,すごいだから年、ね、々、ね、普通だったら年を取ると衰えていくんですけど逆に上げていかないといけないんですよねそうなのそうなのだから100歳で100回ねすごいすごいあすごい見てみたい、はい、<laughs> 頑張ってくださいすごい菊池社長私は食べ物で健康は取り戻せると確信していますというねうんほんと食べ物を大事でだ食べたものでしかできてないですもんね私たちの体ってね、まああおっしゃる通りですよね本当に。 ね、原田さん、私も毎朝ラジオ体操やってます。第2が好き、はい、えー。そうなんですか。すごい。ラジオ体操えらいですね。すごい。村井さん、バチキも自分で作って食べるけど、どっちかというと侘しいよーと <laughs> ね。なんか一緒に食べる人がいるともっといいですよね。やっぱりね。確かにあ笠原さん見てくださってありがとうございます。 はいそうなんですよねありがとうございますでも本当ねまさか私本当ゆみパン先生がそういう健康にまつわるね、うん、そういう深い逸話をお持ちだとは思っていなかったので今日は本当ん,んか健康をテーマの会にお呼びして本当よかったなと思ってありがとうございます,います嬉しいです。 えーとじゃあですねここで少しワンブレイクしまして、はいはい、今からあの英語遊びコーナーに行かせていただきたいと思います。はい、で今日の英語遊びですね何をしようかなと思ったんですけど今私の方であの絵本を使ったあの年間プログラムの講座をキャンペーンでさせていただいているところもあってでせっかくユミパン先生があのパン作りの先生で、ね、来ていただきましたので。 今日うは、まあ、絵本でというか、ですねあの私あの、絵本というか、こういうあのクッキングブックあ、英語のちょっと文字があれですけど、クッキングブックを持っているんですね。で、その中にちょうどこうやってあのパン作りのちょっとね、画面があ,のあれなんですけど、ちょっと見えづらいんですが、こういうパン作りの,あの写真付きの、まあ、レ,シピレシピ本というか、そういうのがありまして、でこの中からですね、今日はあはジェスチャーゲームを。 行いたいいたと思いますパンを作る時にやる動作を私が今からここでちょっとどれぐらい見えるか分かんないんですけどやってみせますのでそれを見ていただいて、うん、あのその,あのなんか動作を英語で何というかというのを皆さんに当てていただきたいと思います。 はい、いくつかね、いろんな動作あると思うんですけど、パンを作る工程において、うん、で、えっ、ー、と由美パン先生も一緒に考えていただいて、あの英語が分かんなかったらあの日本語で発してもらってもいいです。あのあこれ、あ、じゃ由美パン先生日本語で言ってもらおうかな。日本語で言ってもらって、それを視聴者の皆さんもしお分かりになる方はぜひ英語で何と言うかというのを書いてあのコメントくださると嬉しいです。はい、わかりました。しお願いします。はい、それでは。 今日はパン作りのジェスチャーゲームスタートです。ではまず一つ目です。うんうん、I have a spoon.I、うん、have a bowl.、うん、さあこれ何という動作でしょうか混ぜる。はいそうですね。混ぜるですね。混ぜるさあ混ぜるって何て言うか英語で何と言うでしょうかこれね結構もうよく皆さん使うやつかも。はい。 コメントでお願いします m がつきますす m がきもう簡単ですね。うん、じゃあこれもうユミパン先生からで言って。はい、はい、そうですね。ミックス。メイクス、メイクス、メイクス。クスですね。こんな感じです。うん、では、第2問です。ミックスした後ですね。じゃあ取り出すところまではこうやってボールから取り出しますね。その後ああ<ー>あ。この動作ですね。こねる。 はいそうですねこれこれこれ,これ結構ね力いりますよねますねね、はいこれがあの形がねある程度まとまってくるまで行っていくんですよねこれね。さあ英語でこれなんて言うでしょうか,か,りまか村井さんと笑えるなんて書いてますかえっ、ー、とあじゃあコメント読みながらいきますねえっ、ー、と村井さんあその前のところからよく神様あそれ読んだかえっ、ー、と女性あ、女優相手にジェスチャーゲーム島田さん勇気ある そうだ。ゆみパン先生女優だったゆみパン先生にやってもらえばよかったか。あい,いえ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 どう,どうぞ。でゆみパンのトリックボックスでの当選風景や。<laughs> これね。こねるからさ。<laughs> なるほどねこれか。そう残念ですこれこねるですね。こねる。<laughs> さあこねるって英語でゆみパン先生こねるって英語でなんていうか聞いたことありますか。にににだーっていか二度二度。に ニードそうです。ニードと言いますね。ニードなんですけど、最初の文字が実は K で始まるんですああ、あの英語の発音的には必要とするのニードと同じニードなんですけど、スペルが K N E A D というニードと読みます。ニーディングニールですね。ニードニードですね。はい。じゃあえっと発酵させようと思いますね。その時に発行はい。 こういうこういうものをはいえなんかしますよねサランラップですかはいラップをはい、うん、こうするのなんていうでしょうかえー、ラップ <laughs> ありますよラップを <laughs> <laughs> あ,あそうそうあちなみにサランラップって英語でなんていうかわかりますかな何 これはプラスティック・ラップって言うんですけど<ー>、えっと、私のこの持ってる本がねイギリスの本なんですね。うん、で私、初めてこれ見て今日気がついたんですけどイギリス英語では違う言い方があって、うん、クリーンフィルムっていう,っていうなんか別の言い方もあるみたいなんですけど、うん、プラスティック・ラップとか、まあ、ラ,ップラップがあのラップするっていうことなんですけどね。じゃあそのこの蓋をするさあこれですね。これ実はカバー。うん カバーをかけるって言いますよ、ね。うん、そう、カバーという風に言いますね。うん、はいね、ということでなんかいろんなこう動作があるんですけど、うん、結構こう。そういう動作をやりながら。あの。 こういうね、本とかでこう楽しんでみたりとかあのやりながらこう言葉を発していくと、うん、もう体で覚えちゃうので結構英語もね覚えやすくなると思います。是非、うん、ねちょっと今日は時間の関係でもこれぐらい3つぐらいにしておくんですけどよかったらねあのそういう,うにこうお菓子とかパンとかこう作りながら動作をしながら英語を学んでいくっていうのもお,たあのお楽しみください。ということで今日の「英語遊びコーナー」でした、はい、ありがとうございました。 あじゃあコメントがまたちょっと来ているので、うんと、あ<ー>えっとあ、えーあ、村井さん、当たったと称して、手の中に握ってる当選チケットを出してるところ <laughs> そんな、そんなトリックしてないですよね、ちゃんとね、公平にやってますよ。 それから米谷さん、なんだっけな、全然出てこないよこねる、ニード惜しいですね、そう、このニードがね、<ー> K がつくんですね、N の前に K がついて、ニードです、<ー>そ,うですそうです、そうです。ナイフみたいに K を発音しない、そう、KN っていうスペルは、K を発音しないんですね、うん、N の発音になります。村井さん、女優の前の読んでないよ最後の一文だけでも読んでね、重要。あ、ごめんなさい、<laughs> どこだ女優の前の、うん、最後の一文重要だ、これ。 あよく神,神様はってやつなのごめんなさい。よく神様は乗り越えられない壁を人には与えてないと言うけど、僕はその壁から逃げる自由も神様は与えてくれていると思うんですよね。すなわち、成長し成功するかどうかは自分の権限と責任なんだと思ってます。弓パン先生、尊敬パンちょうだい。<laughs> <laughs> <laughs> なるほどねあすいませんすごい大事なものを読み飛ばしてましたごめんなさい本当でもそうですね乗り越えられない壁は与えないって言うんですけどそれをやるかどうかはその人に全部委ねられてる自由も与えられてるんですもんね本当だね本当にその通りだと思いますだから何を選ぶかって自由なんですよね実はね、うん、自分がだからどうなりたいかっていうところが一番ね、うん、ゴールにあると思います、えー、すいません読み飛ばしちゃってそして弓パン先生のね当選の あれですねはい、それから、折、うんはい、田さんラップが出てきたら、ね、もうすぐ、ね、届くところにあるんですね。で、ラップでいいのかな、そうラップは、ね、あのラップするっていうこともありますがあの、まあ、カバーするこう上にかけるというときにはカバーという単語を使うことができますね。それから菊池社長、ラジオ体操を作ったのは茨城県日立市出身の遠山喜一郎氏が作ったんですよ。 ええ、それは知らなかったですわ。はう,うんちくなんか、あの、ゲットできました。ありがとうございます。い,ますいいことを教えていただきました。それから、あ、荒木さん、ニード、コンタクトレンズ、それ、セイド。ダジャレを出ました。ありがとうございます。 <laughs> はいということでね、あの今日はねジェスチャーゲームをさせていただきましたが、はいでは、そこで先ほどからね、あの、うん、村井さんからも出ていますが、女優ということで、でも今回は女優ではなくて、うん、演出家デビューなんですよね、うん、<laughs> そうですね、はい女優。女優もでもされていたんですよね、その舞台とか演劇をされてたっていうのも。あそうそう、されてたっていうか、まあ、今,今もやってる。てるうん えそれ、どれぐらいから出会ってやられてるんですかあとね、あの息子の,あの小学校の先生が劇団をやっていて、地元のね、えー、でもうあまりにも楽しそうで入れてもらったんですよ。すご <laughs> すごい多彩だなだからパンも作ってもともとねお菓子とかも子供さんの時からずっとね作られてたと思う,うん、うん、お菓子パンはお手の物で,、うん、でラジオ体操もねそうやって資格を取られ、うん、それから縄跳びも跳ばれ <laughs> で演劇をされすごいいくつも顔をお持ちなんですがで,でその劇団のところから今回はヒントになって弓パン劇場っていうのを作られたというふうにあそうなんですよね。よかったら コンセプトみたいなことをお話しいただいてもよろしいですか？<laughs> はい、あの弓パン劇場っていうのはオンラインサロンの名前で、うん、あの弓パン劇場、オンラインサロン、今日何作る？っていうオンラインサロンをスタートさせたんですね。で、最初あのスタート前に,に10人ぐらいモニターさんをやってもらった人がいて、うん、そしたらね。その人たちがあのもう全国あちこちの人にやってもらったんですけど、とってもあの楽しそうにパンを作って、それ投稿して。うん あの今まであまりやらなかった方も、まあ、これをきっかけにまたやるようになったとかね<ー>あの引っ越してしばらく遠のいてたけどまた私とねつながれてよかったとか,なんかとにかくあちこちで皆さんがとても輝いて楽しそうだったんですねでそれはなんかこう舞台で1人ずつ輝いているみたいなそういう印象を持ったのでそれまで「弓パン劇場」っていう言葉はなかったんだけどじゃあ弓パン劇場にして参加者はみんな。 役役者さんんでで主役になっってもらおうと思ったんですよ一一人一人で私はあの演出家で皆さんをこう輝かせるための,あの後ろでねスポットを当てたりとかあの道を作ったりとかねそういう役割をしていこうと思って「弓パン劇場演出家」ってなったんですよね。でまあね具体的にどんな感じかっていうとねで画面共有していいあはいお願いします。 あこれがねあの、ユミパン劇場、インスの、のユミパン劇場の中身なんだけど、はい、えっとね、まあ、これ毎日いろんな情報が更新してきて<ー>で、メインはこの、ね、左側のほの、はい、あのレシピなんだよね。例えば、一つこうやってポチッと,と、まあ、いろんなレシピが出てきたりしてね、これが260、まあ、初心者さん向きとかね、ライブとか、260ぐらいあるんですね、レシピがね。すごい で、あのー、ここはね、えー、と今日今日の主役の部屋っていうのがあって、はい、皆さんがねあのこう<ー>投稿してくれた写真がこうやって、えーえー、すごーい出たりして本当みんなねいろんな環境でねこうやって楽しく作ってくれて中学生なんかもいてね、えー、楽しそう,そう私が大昔に作ったレシピでやってくれてたりするととっても感激あ折織田さんもあるよ、えー、織田さんも。 折田,田さんのちっちゃい写真かな。折田さん。あ、これ折田さんの。おー、すごーい。ティータイムの。っていう感じで、<ー>みんなそれぞれがね、これ中学生の子は作ったて<ー>楽しんでくれてるんだよね。あーいいですね。で、ーあとね、その検索ができるシステムになっていて、ミキさんはどういうパンが好きですか私 なんか気分によっていろいろ変わるんですけど、うん、最近シナモンロールがすごい好きなんです。あシナモンロールですね。はい、シナモンロール。はいおってやると、ね、シナモンロールのレシピがこう。ーあああっ、てんんっと待ってこ,れこれ違う、これ違う。 で、シナモンロールのレシピが。いや、出てきて。えー、あ、これなんか動画があるんだよね。あすごい、うん。なんか動画があるのとないのとあるんだけど、えー。はいはいはい。そう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 。いやーこんな感じで。あらー。でも、シナモンロール人気あるよね。やっぱり、ね。シナモンロール大好き、なんかコーヒーと合いますよね。なんか中澤さんのコーヒーと、なんかゆみパン先生のシナモンロール食べたら最高な感じがする。あ、そう、パンクですね。最強。最強。<laughs> うん、<ー>っていう感じでいろんなレシピをねあ無限に調べて楽しめるみたいなうそうなんだよね。美味しそうい,、うん、いいですねなんか自分で作れる本当そういう楽しさもね、うん、いいですよねありがとうま、うんまあ、そういうとこから弓パン劇場っていうね言葉の、うん、今は私は裏方としてここではこの子も活躍してて、ね、モグパンの部屋っていうのがあってモグパンの部屋にみんな投稿してるんだよね へえあ、うん、そういうことなんですね。そう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 だから今の劇場とモグパンの部屋と二つでみんなで遊んでるような感じですね。うん すごい楽しそう。うれ、んはい、し,しいの、皆さんね、楽しそう。へえ、うんえー、そうか。いや、これこれって、えっとそのオンラインサロンに入るのは、さっきの、そのまあこの今 QR コード、ここに貼らせていただいてるんですが、うん、そこのリンクから入っていただいて、なんか登録してっていう感じですかうん、うん、そうこれああののの月なでまあ 月千九百八十円でずっと続くような感じなんだけど、まああの入りたい時に入って出たい時に出てっていう別に何の縛りもないので、うんうん、月に入ったり出たりできる感じですね。えー、いいですね。なんかすごいお手軽だけどすごい内容が充実してて。 そううん、楽しんでいると思いますね。ねすごい、えー。それすごくいいと思います。なんか広めたいですよね、いっぱいね。もう広めたいですね。うん、<laughs> すごい。ありがとうございます。ありがとうございます、えーあ。じゃあなんかまたコメントが来ているので見たいと思います。えっ、ー、と、どこまでいったあ、結構戻るな。うんと、あれ、どこまでいったかな。あ、さっきのえー あニードコンタクトレンズのダジャレのとこからですね、村井さん、K は読まないのか、じゃあ、オイラはオイチだな、こういちじゃなくてオイチ、オいちなるほど、ローマ字したらね、時代劇みたい、<laughs> なるほど、<laughs> そっかそっか、KN の時ね、そうですね、米、え、谷、っと、さん、荒木さん、よく見えなければ、アイニー d コンタクトレンズ、<laughs> <laughs> なるほど、面白い村井さん、また舞台を見に行きたいもんです、あ舞台、村井さん、見に行かれたんですね、ユミパン先生。

中澤さんすごいねなんか知識がすごいですよねそういう,う、うん、そうですね,ね深い知識を持ちで折田、うん、さんはいラジオ体操のピアノリハビリにレッスンしたいと思ってますあ由美<ー>パン先生今度ぜひセリフの読み合わせしたいです何のアニメにしようかなというね。<laughs> <laughs> あ、意外とミシさんも好きなんじゃないですか好きです好きです、ね、読み聞かせっぽいのと、ねはい、もう大好きです結構なんか私やるとどどうしてもちょっとね演技っぽくなるっていうかあの普通の読み聞かせよりも少しね<ー>大げさになっちゃってなんか自分が遊んじゃうんですよねうん。う楽しいのが好きですねそうそれから米谷さんあのピアノ侮れなかったです諦めました、えー、難しそうですよねあのラジオ体操のねピアノとか でえー、と荒木さん、ゆみパン先生、めっちゃ素敵すています,そ,う思いますそれから米谷さん、スクれぽのページが今日の主役とはずいぶんいいネーミングですね、まいったーと来てます、<laughs> いや、本当にとに、その <laughs> なんていうかな、設定というか、そこのね、うん、あの劇場に見立てて、皆さんが役者でとかね、うん、私は裏方の演出家でっていうね、うん、皆さんに活躍してもらうっていう、素敵ですね、本当に。 和若妻さん、こんばんはあ。ありがとうございます。見てくださって、<ー>ありがとうございます。こんばんは。村井さん、早く、えー、拙者を。えーえー、っと、<laughs> しょ、うん、試食しない役にしてねと。<笑><笑>なるほど。えー、折田さん、シナモンロール作ってみたいというよりも、食べてみたい。<laughs>

うんありがとうございます。ね、ムさん、月1980円安い、入会金が100万円くらいなのか。<laughs> 本当にね、<laughs> はいはい、安いです。えー、菊池さん、ミキ先生、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。無事に授業できました。40年以上の 以上前の時の教育実習を思い出しながらできました夢が叶った日でしたという<ー>ありがとうございます。そうあのこの前あの、のつたちゃんであのご一緒、緊急つたちゃんでご一緒させていただいて、うんでその、今度中学校に行くっていうことでね、学校のお話をその時いろいろさせていただいてたす、ね。ああ、なるほど。よかったです。ありがとうございます。うん、村井さん、いやいや一緒にいた仲間が目立つねって言ってました。<laughs> 恥ずかしい限りですよ。 いや目立つことはでも大事ですよ。荒、はい、木さん毎日人生の晴れ舞台いいですね。<や><や>本当に、ね、いいですよね。本当に本当にありがとうございます。はい、いや本当にこのねユミパン劇場っていう素敵なこのネーミングと、うん、ねなんかこのコンセプトというかね。 作り方が本当にさすがやっぱりユミパン先生だなというふうに私も思いました。<laughs> 今回拝見しても私も本当ずっとあのページを見させていただいていやもうさすがだなと思って、うん、もう脱帽と思。うんねそうユミパン先生のそういうこうアイデア発想ってどういうところから生まれてくるんですか？なんかどうやらそれはね生まれつきみたいですね。うんあの割と子供の頃からその ちょっと突拍子もないような面白いことを。 すぐ思いついつてしまうんでああの前私あのハッピー丸山さんに私,、うん、私その時までゆみパン先生がどんな方を存じ上げなかったんですけど最初の頃に、うん、ハッピー丸山さんの番組に出させていただいて打ち合わせをした時に、うん、あの私がゆみパン先生と似てるっていうことをちょっとおっしゃられたんですよね。うん、で多分それはなんか私も結構そういうこうなんか面白いこととかが大好きで、うん、<laughs> なんかそういうところなのかなとかって今お話聞きながらちょっと感じ パン先生もそういういい面白いことををしして人を楽しませるのとかがそんな感じがなんか同じ匂い匂いというか <laughs> 同じ何かを感じます。<laughs> うん はい、うんなんかねやっぱこうたの楽しんでなんぼというか人生本当に楽しまないと損だなって思うので、うんね、こういう,こうパンを1つ作るのにしてもそういう,こうちょっとね面白いことにのっけて、うん、こう劇場風にしてとかっていうとね、うん、またこうなんだろうな楽しさが普通にこうただ作るよりも倍増するかなという気がしてますね。うん えっとあ,どうあ、うんどこまで行ったかな？あ村井さんかな？<laughs> いい女優さんねって言ってたということです。<laughs> ということですね。はい、わかりますよ。菊池さ菊池社長あ思い出した。若い時、クリスマスキャロルで演出監督<ー>スクルージ役したのをへえ<ー>すごいそうなんですね。村井さん、面白いことが好きじゃない人がピンクレンジャーできないでしょう。<laughs> 確かでもね、なんかでもそういうところが本当、ゆみぱ先生のただ単なるこのパン教室の先生というだけじゃなくって、すごい大きな魅力のなんかポイントだなっていう風に私も感じているので、なんかそれを本当、前面に押し出して、どんどんなんかまた新しいことにもチャレンジしていただいたり、はい、あの新しいアイデアでこう面白いことをやっていただけると嬉しいなと思います。 いやもうね今日はあ皆さんにそしてまた先ほど、ね、最初の方にお伝えしましたけれども途中から見ていただいた方のためにもう一度じゃ最後弓パン先生の方からプレゼントをもう一回あのこのシェアをしてくださった方にですね菜、はい、の花とベーコンのカンパーニュですね大きな田舎パンなんですけれどもそちらを送らせていただきまますす明日日作りますので月曜ににお家に到着します。 今はまだ生地の段階です。これが明日ムクムクしてきますんで、そしたら菜の花とベーコンを入れて、お宅にお届けします。月曜日のお昼にね、食べてください。はいいいありがとうごございますすす楽しみですね、えーっとじゃ 今日、えー、とこの番組を見ていただいて、本日の12時まで夜中の深夜の12時までが締め切りとさせていただきます。もしねこれリアルタイムでご覧いただけてない方も、アーカイブで今日中にご覧いただいて、あパンを食べたい、カンパーニュ菜の花のカンパーニュを食べたいと思われた方は、ぜひシェアをしていただいて、パン食べたいというふうにコメントをください。よろしくお願いします。 本日深夜に私の方でまた生の抽選会をさせていただきたいと思いますのでお楽しみにありがとうございます、えー、ではですね最後になりましたがじゃあゆみパン先生えー、っと、うん、そうですねこれからのなんかゆみパン先生の目標だったりこう夢だったりそういうものって何かありますか私すいません打ち合わせでこれ言ってなかったんですけど急に降りました <laughs> あいえいえいえもうねあの北は北海道から南は沖縄まで 毎日どこかで誰かイミパンを作っているっていうような状況を作りたいと思っています。あ,ーすあの今 YouTube ライブをあの毎月一回無料でやっているんですけれども、まあ今それがね230人ぐらいかないつもいろんな人が作ってくれるんだけど、まあそれを1万人ライブをしようっていうのがあの具体的な夢ですね。すそのごつ頑張っていきたいです。ああありがとうございます。すごい、はい、でもなんか夢すぐ叶いそうですよね。 もうなん描いちゃってますよ。ねすごいですね。なんか私も一緒に描けてる感じがします。ああ嬉しいです。みんなで描いてください。ね、みんなで描きましょう。<laughs> いやもう本当なんか現実になってる感じが、うんうん、見えますね。はい、ありがとうございます。えー、っとあ、じゃあ最後また少しコメントをいただいてるので、うんあ、荒木さんですね。劇場化現象を楽しんで田んぼ。<laughs> もうすごいですね。ダジャレえっ、ー、と村井さん月曜日か仕事休。もう玄関でテント張って待ってます。<laughs> <laughs> 素晴らしい。はい、是非待っていてください。はい、あで村井さんまた来た2二人からはポジティブな感覚しか感じないのです。だから楽しく見れる。そういう意味では似てるかも。あ,あ、嬉しい。ありがとうございます。嬉しいですね。 はいえー、ではですね、えー、と今日ゆみぱん先生から本当たくさんね、日頃、なんかゆみぱん TV はどうしてもこうゲストの方のお話を伺うことが多いので、ゆみぱん、うん、先生のお話を私は今日なんかすごい伺いたくて、あの今日は本当にありがとうございました。した,たくさん素敵なお話伺えて嬉しかったです。はい、はいではですね、えーと、次回の予告をさせていただきたいと思います。は,い、はい、一緒にお付き合いください。共有します はい次,回ですね、次回はこちらになります。第21期 1のハピネネスチャンネル3月13月日日土曜日ですでアメリカのカリフォルニアの方からゲストの,あのアロマのセルフケアクリエイタースコットミホさん先ほども、ね、コメントでご参加いただきましたがあのスコットミホさんにご出演いただくんですけれどもあの時差の関係でちょっと夕方の5時の時間帯が難しかったので時間を少し前倒ししてお届けをさせていただきます。 新となりますので3月13日土曜日14時からアロマアロマのセルフケアクリエイタースコット・ミホさんゲストの第21回ハピネスチャンネルぜひお楽しみにご覧ください。はいありがとうございます。はいということではいゆみパン先生今日はいかがだったでしょうか今日はあのやっぱりお,お話ししながらまた自分の人生を振り返ることもできてあの今あの あの本当にありがたい毎日送らせていただいてるんだなってことをねあの認識させていただきましたあと皆さんコメントもありがとうございましたありがとうございます。本当に私も本当なんか素敵なお話を聞かせていただいて嬉しかったですありがとうございます。えー、あ米屋さんが私の YouTube チャンネルのリンクそれから読みパン先生の YouTube チャンネルのリンクを貼っていただいておりますありがとうございます。 ありがとうございます。はい、それからあ、次回の3月13日土曜日14時からもう21回目ミホスコットさんじゃないかということでね。はい、そうなんです。ミホスコットさんもね、あの最近配信を始められたお仲間になりますね。はい、ありがとうございます。ではですね。いよいよ本当の最後になりましたが、ハピネスチャンネルのお約束のポーズがありますので、今日は読み、パン先生にお付き合いいただいて、はい、一緒にやりたいと思いますのでお願いします。はい,は,いはいで、私が月曜あ、月曜じゃない？土曜 <laughs> なんで月曜って言ったんだろう <laughs>。土曜の5時はという風にしますので、みんなでって一緒にここでハートマークを作っていただいて、みんなでハッピネースで、最後は万歳で終わりたいと思います。では、一緒にお願いします。土曜の5時は？みんなでハッピネース はい、ありがとうございました。もう本当に今日は素敵なお話ありがとうございました。皆さんもね、ご視聴、コメント、シェアに、えっと、プレゼントのご応募もありがとうございました。はい、それではね、今日はここで失礼をしたいと思います。はい、皆さん、良いね、楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございます。 えっとはい。では、ここで失礼します。ありがとうございました。さよなら。